久しぶりです、こんばんは。体調はねだいぶマシ、大丈夫です。果樹パね、そう、あの私あちょくちょくあのはい何やろ、そう電車でやろうと思ったら全然読み込んでくれなくて、そう家帰ってねちょっとできるわと思ってやってたりしたんですけどでもあれなんです、あの麻雀をね弟に教えてもらいながらちょくちょくやってます。だから麻雀の方でもあのちょくちょく出没してますそうこえ言葉にならない、金曜日からそう8期生と9期生がねあの参戦することになったんですよ。 NMB48 のカジュアルパーティーっていうゲームがあるんですけど、それをねババ抜きと麻雀ができるんですけど、そのメンバーもできて、でメンバーと会ったら本人登場みたいな演出出るんですよ。あれマジの本人なんでそうだからね、よかったら皆さん待ってますM さんもメモさんもありがとうございます。元気でしたか皆さん、本当申し訳ない、なんとかねなんとか生き延びました。9月生き延びてないけど、カメコの写真遅くなってごめん、全然そうカメコのね写真もね皆さん本当ありがとうございます。あの私普段エゴサとかしないんですけど、あのこの期間だけあの調べたりするので、あの見てほしいものがあればよかったらこの期間よかったらツイートしてみてくださいね。8期のカードね、一押しガチャが月末にしかないみたいなので、それまであれですよね。麻雀ちょくちょくやってましたね。多分でもババ抜きもしてたので、ババ抜きの方でもいます両方います。ババ抜き遭遇できません。またねちゃんと時間取れる時、あのちゃんとこの時間からできますって時にもう一回ちゃんとツイートしてやろうと思ってるので、もうちょっとお待ちください。多分そのうちすぐ来ますおし設定してありがとうございます。一つ二つ三つさんもバロックさんもありがとうございます。入れました、ありがとうございます。しんのすけさんもありがとうございます。麻雀ありますよ、麻雀もやってます。果実さんもありがとうございます。えババ抜きも麻雀も両方してます。なんとか麻雀やってます全部教えてもらいながらやってた。これどれしてたらいいみたいなこれチーとかした方がいいとか聞きながらやってます。はい、デリエスさんもおいねきたびさんもありがとうございます一押し設定ね、もともと自分になったから多分そのまま初期設定のままでやってるかな。先日は麻雀での対戦ありがとう、いやこちらこそありがとうございます。あのすごい戸惑ってたと思うんですけどありがとうございます。麻雀初心者なのでお手柔らかにお願いします頑張ってやってる麻雀かな、そんな感じ。エビデタイを釣る配信見ました、ありがとうございます。あれめちゃめちゃ楽しかった、あのほんまにあの釣りまた行きたくなって、なんかあれ釣り全然してないけどさ、そう釣りをねあのする企画じゃなかったけど、あの釣りに投げるの楽しかったから、あの普通に行きたいなと思って釣り堀調べてましたね。ひなのさんもありがとうございます終わりなき旅さんもありがとうございます。こんばんは。まなみさんもありがとうございます。猫まんまさんもありがとうございます私あれなんです、一番レアなカードがわかったんなんで、わかったん入れてますねそう、みんな誰一押し変えてるんですかね。麻雀できるなんとかやってます。全然ルールとか知らんけどなんか指示に従ってやるのと、あの弟に教えてもらいながらやってますね。弟推し適当に選んだって言ってましたね、誰かわかんないです。だからみずきさんもありがとうございますそうえこれ何みたいな、なんかよくわからへん単語が出てくるからちょっとわからへんから、あ東ってどれこれ東どうしたらいいみたいな言ってるそうそんなんですね
ね、そうポンしない方がいいって言われて自分も悩んでる。イカ美味しかった、めっちゃ美味しかった。サバの水煮もね食べたかったね。そうあの YNN やったらねご飯食べながら配信できるんですけど、あでも私あ噛み切れなくてお肉多分そう噛み切れなくてめっちゃ困ってました。やばい取れ噛み切れんと思ってめっちゃ焦ってましたね。ビューンさんもありがとうございます。一つ二つ目さんもありがとうございますね。経験もねそうアミに毎回コーラぶつけられてましたね。ひろみこさんもありがとうございます。ベイさんもありがとうございます。こんばんは。そうだから麻雀もね一応してますよ。にゃんたさんもありがとうございます。超えちゃうんよあん時本当に。あの私ねあの声を取った時があの親知らずを抜いてすぐ取ったんですよ。どっちのこっちがこっちの親知らずを抜いてすぐ取った声なのはあるし、私あのこの1年間で結構な声変わりをしてあのスタッフさんにも声変わったねって言われるぐらいにちょっと声変わりしてて、だからそうだからねそう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 、やばい橋の使い方が慣れてるのバリ恥ずかしい。そうトンね全然追いついてないそう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 、だから声がね今と違うんですよめっちゃお肉噛み切れなかった。めっちゃ美味しかった。でもご飯全部楽しかったね。あれはよく覚えてない。マリカもね私そんな甘くないんですよ。下手ピレ。あのでも飲み込みは早い方だと思います多分飲み込みは早い方だと思う。アミとユニバ行ってそう行ったこの前、なんかのお仕事終わりに時間あったから行こうかってなって行きました。コンボさんもありがとうございますそう声変わりしてんね結婚前ですよそうだからねそう恥ずかしい自分の声聞くのが恥ずかしい。一番最初のタイトルコールあれとかほんまに聞きたくないあれ一番ちょっと恥ずかしい。イントネーション行方不明すぎて行方不明でしたね。ちょっと見てほしい、ほんまに聞いてほしい。最初の NMB48 のカジュアルパーティーが言えてないのでイントネーション行方不明で言ってるのでよかったらねそれを聞いてほしいなと思いますそうダメなんですよ。ゆりこじさんもありがとうございます。初見です、ありがとう。あー似合った。飲み込み早くないだってだってこの前のマリカだって最下位争いからちゃんと上位争いになってたやん。そんなことないですか。スタさんもありがとうございます。これでやんかんちった。いや汗あり合わせた。ありがとうございます。スタさんもありがとうございます。京都水族館行ったことあります。結構行きます。えほんまにあの聞いてほしい。タイトルコールあのイントネーションよく有名なのでメモさんもありがとうございますよっぱライダーさんもありがとうございます。そうなのちょっとね変やねんっていう感じかな。そんな感じですわ。そうあとねそう本当にあのそう恥ずかしかった。マロンクさんありがとうございます。聞いてきた、ほんまにほんまに聞いてきたすっごい恥ずかしいもう本当に恥ずかしい。そうでもあれ一生あのままなんかなと思うからもうね我慢、ミュートで聞くしかないよねゆうさんありがとうございます。みよめんさんありがとうございますね本当にもうすごいなまってますよ全部
多分ね、そう麻雀の声もなまってるし、だいたいね、そうなまってるから本当に恥ずかしい。にゃんとさん、枝豆の親父さん、ありがとうございます。聞いてみて、終わってから。米編ね、そうルームスの米編もね、本当に本当にこれずっと謝んなきゃと思ってて、そうなんならちょっと早く謝んなきゃと思ってたんですけど、あの今日全部返し終わりました。本当にごめんなさい、ま、本当にごめんなさい。あのちゃんとそう 9月中に返すとか言いながら1日ちょっと過ぎてしまって本当に申し訳ない。あの多分ねその間に抜けた方も多分いらっしゃると思うんですけど、あのまだまだあの一生残ってると思うので、あの1年後とかに入っても残ってると思うので、抜けたよって方よかったらまた1年後に全部まとめてみてくださったら嬉しいなと思います。本当にごめんなさい、もうそれだけ、もう本当にこれは謝んなきゃいけないなと思ってた、マジでごめんなさい。そうなんかそう今回がね、そう自分があの考えてること、そう考えてたことを書いたから、その分ね皆さんの思いとかもねいっぱい書いてくださったから、どうなんて返すのが正解かなとか思いながら考えたら考えたらね、そう返せなくてめっちゃ申し訳なかった、本当にごめんなさい。聞いてきた？そうなので、カジュパーね、あの結構あの多分移動時間とかにね多分しがちだと思うので、よかったらねたまにちゃんと時間を取れるときはちゃんと告知するけど、あの多分告知しないときもちょくちょくいるので、よかったら遭遇したらまた教えてください。全然、今週で一番楽しかったこと、え、なんやろ、それこそあれちゃん、 YNN さんのYNN さんのそのエビで太陽つるが楽しかったかな。そう電車でやりたいけど、そう電波読み込んでくれんくて、なんか分からんけど、なんでなんだろう。朝賀さんもありがとうございます。初めてタイトルに戻るをした。ほんまに恥ずかしい。イントネーション握手会の枠もね、そうありがたいことに大阪が4部になってるので、よかったお待ちしてます。タン美味しかった、ほんまに美味しかった。あとは何やろ、何してたかな、全然記憶なくて今週。あ、ゲイ系も楽しかったよ。エイジさんありがとうございます。そう花火した、ほんまに嬉しくて。でもさ、あの焚き火もあったじゃないですか、焚き火終わってからもすっごい匂いがあの染みついてて、髪の毛洗っても匂い染みついてるみたいな、ほんまに時間経っての取れなかったです、あの匂い。楽しかったけど、ビーチフランクね、自分も勝つと思ってなかった。え、外やとあんまつながりにくいですよね、ちょっとびっくりしました。私も関東の人間だけど握手会仕事できない、初めましてしたかったけど、あら、ぜひね、そうオンラインもあるので、よかったらお待ちしてます。そう匂い取れんくて、テリネさんも中堀さんもありがとうございます。そうイカ美味しかった、そうほんまにすごかった匂い。取れなさすぎたね、結構なさ砂浜っていうよりさ砂利みたいな感じだったから、こけたら痛そうと思ってた。幕張の八部が今回全然、そうなんですか、嬉しいけど、ありがたいよね、そういう風にいっぱい申し込んでくださるの。テレネスさんもありがとうございます。そう楽しかったキャンプ、本当に今年の夏があの忙しすぎたからそうなんかね、いろいろ詰まってたから、そう今回のねエビで太陽つるほんまに今年の一番の夏の思い出ですね。足は速くないよ。マシュマロね熱かったけど、そう1個目さ火に当てへんように気をつけててんけどさ、あの
いつの間にか焦げてましたね。ね、来年キャンプ行きたいよね。そう、来月にはもう M やから、あっという間。どうなるやろ、今年っていうか今月末は。でもほんまに何したかな、でも記憶がなくて。10月の展望はどうですか。ちょっと落ち着きそうか。そう、落ち着くかなとは思ってるんですけど、あの新チーム公演のリハーサルも始まりそうだなと思ってます。上履き草尾さんありがとうございます。マットジャックリロイさんもありがとうございます。ジョニーさんもありがとうございますね。アミスごかった、マシュマロあんな綺麗に焼けるもんなんやと思ってびっくりしたね。オンラインは仕事着でも全然大丈夫ですよ、本当に。全然どこからでも大丈夫なので気軽にご参加してくださると嬉しいです。9日何回公演なんですか。どうなんだろう、出るのかな、あんま分かってない。誕生日なんですか、おめでとうございます。どうなる、出れたらいいな。そう、10月もね、そうフォトフレームをちょっとね時間なかったから自分の方で考えたんですけど、でも来月どうなるんだろうね。来月からどうなるんだろうフォトフレームって感じなんですけど、まあ続けることがあったらまたねルームスなりショールームなりで配信しながら決めていけたらいいなって思います。ね、千秋楽いつなのね。ナオキックさんもテレエさんもありがとうございますね。握手会めっちゃ楽しみです。関東だって今月末ですよね、あっという間。特徴のある服装です、楽しみにしてます。誕生日に、そう誕生日にね、12月16日なんですよ誕生日で、あのなんだっけそうクリスマスパーティーと渋谷渚さんの卒業コンサートデイワンがあるんですよ。なのでね、よかったら皆さん来てください。よかったらお待ちしてます。エイジさんありがとうございます。どうなんやろ、生誕のイラスト頼まれなさそう。レイコさんいるしね。握手会緊張するので、その前に一回オンライン話からしておきたかった。本当にね、そう今回リアル、じゃあ握手会から始まるんですよイベントが。なので皆さんよかったら緊張するかもしれないんですけど待ってます。2コメントお持ち込んでありがとうございます。ね、クリーパー持ち込んでありがとうございます。皆さん申し込んでくださってるみたいでありがとうございます。ケアダウンロードして声聞いてきたよ。聞いてきました。イントネーションゆくふえなの。そう、まあ今申し込み始まってるのでよかったら。そう、当日が誕生日なんですよ。なのでね、どんな感じなのか、どんな感じになることなの、どんな感じになるのかわかんないんですけど、なんかなんやかんや私毎年皆さんと過ごしてる気がします。去年も公演やったし、今日の23時59分までなんですか、あら危ない。ありがとうございます。やばいやばい、自分も気づいてなかった。今日の23時59分までらしいです。どうしよう、20分ぐらいに終わりますこの配信。ちょっとね、まだ今日中にやんないといけないことあるんで、やってからちょっと終わってからやります。メモさんもありがとうございます。ヤンタさんもありがとうございます。そう、めちゃめちゃね、そうあのカメコの写真もすごい嬉しくて、毎回ありがとうございます。そういっぱいね検索したら出てくるから見つけ次第保存してるんですけど、そうあこれの時これやったなとか思いながら見てます。
そうみんなうまい写真なんであんなプレスに撮れんのと思いながら見てる。すごいなと思ってありがたいですね本当に。麻雀苦手です。本日スクショタイムですか。あんまり考えてなかったけど全然ええですよ2分ぐらいそうココテンの衣装を着れてめっちゃ嬉しかったです。さあレディオネームねほんまに嬉しかった。あの衣装を着れた。あんまさなんていうのああいうユニットに入ることめったにないから嬉しかったですね。全然豚まん、そう豚まん楽しかった。あのめちゃめちゃさイベント期間中の配信で超歌いそうになってたほんまになんかリハ行く前に劇場から配信してた時あるじゃないですか。多分あるんですよ。多分あったそうあってその時にめちゃめちゃ歌いそうになって危なかったそう豚まんの衣装可愛いですよね本当に思った。うーん豚まんね楽しかったね。あとは落とし穴もねやってたし Go I love 豚まんっていう曲があるんですよ NMB48 に。そうその曲があの豚まんの歌なんですよそのまんま何がねそう歌いそうになりましたね。あとはなんだろうね、でもそんな感じかな。ユニットはだって落とし穴、豚まん、レディオネーム、法定速度と優越感だったんですよだからねそうそんな感じですね。結構ね今までにやったことある曲とかも多かったからどうなんだろうどうなんだろう感じ。あの気持ち楽やったかなと思った。そうチンチーム M でもねそう職員室に行くべきかと新曲の職員室に行くべきかとあとはお昼公演で言い訳メイビーで夜がトゥルーパーパスだったんですよ。そうトゥルーパーパスと言い訳メイビー、そう言い訳メイビー好きでそうめっちゃ嬉しかったあれできた楽しかったね。新チーム同期2人です。自分入れて私リクエストした曲あの時間なくて1曲しか送らなかったんですけどまあ選抜メンバーがやってましたね。オーマイガトゥルーパーパス自分も好きですよ。そうそう言い訳メイビーも楽しかったしトゥルーパーパスもね楽しくてなんだろうえもう楽しかったああいう曲好きかもしれんと思ってやってたヘリーは好きやね。でもヘリーはもう B2 の曲じゃないですか。だからもうチャンスはないB2 離れちゃうから次 B2 になるまでできなさそうですね。そうなもんですかね私は。そうねリクエスト採用されたから歌えるってわけではなかったみたいですね。職員室ね職員室ねそうあれをねすごいなんだろうリズム音取るのめっちゃ苦手だよね。めっちゃ苦手な曲でしたね。でもそう言ってるんかな分からへん。最後のサビのこれあるじゃないですか指差し何指してると思います。フリーの時に教えてくださいましたそのまんまそのまんま何さしてると思いますRC さんありがとうございます。職員室に行くべきかこれじゃ
違うんですよ。未来じゃないし、トゥースでもないし、照明でもないし、歌マンでもないんですよ。お、職員室合ってます。そう、職員室指さしてるらしいです。ポイさんありがとうございます。ナムキックさんもありがとうございます。そうなんですよ、職員室を指さしてるらしいです。ちょ、指は長くないよ普通ぐらい、手はでかいけど青い豆腐さんありがとうございます。そう、職員室を指さしてるらしいですって感じ。職員室行くべきかって言ってるから、職員室行くべきからしいですね。ではね、ちょっとランキングをちょっと読ませていただきますあ、いきます。13位、ナオキックさんありがとうございます。12位、ミュウメンさんありがとうございます。11位、ニャンタさんありがとうございます。10位、ふたばさんありがとうございます。9位、終わりなき旅さんありがとうございます。8位、てつみやさんありがとうございます。7位、しんのすけさんありがとうございます。よいしょ。6位、てれやすさんありがとうございます。5位、メモさんありがとうございます。4位、ゆうさんありがとうございます。3位、ひとつふたつみつさんありがとうございます。2位、ひろみこさんありがとうございます。1位、ゆりこじさんありがとうございます。ありがとうございました。最後スクショタイムということで、何も今日何もしてないからほんまにやばい、ドスっぴんすぎて申し訳ない。あ、スクショタイムです今あと10秒ぐらいで、10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。ということで、はい、おしまいですね。ありがとうございました。では皆さんを良い、来週から、来週、明日から1週間始まりますが、お互い頑張りましょうではね、ありがとうございました皆さん。おやすみなさい。カジュパー多分時間あれば夜やってると思います。12時までやるとしたらね、やってるかもしれないし、やってないかもしれないし、なんとも言えないですやりとくってやらんかったら申し訳ないからね、やるかもしれないし、やらないかもしれないしって感じです、今日はね。じゃあ皆さんありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございました。